あ、こんばんは、こんにちは、とおはようございます。それではいつも通り始めましょう。今日は2022年11月27日日曜日ですね、はい、で今は10時37分午前の、ね、
で、今日は日本語の勉強350日目、はい、ということで読みましょう。勉強する前にそういうことをしたらね、ちょっとなんかそのもう眠くないと思いますけど、そうしたらねやばそう。まあ頑張ります。フーゴー、 I'm bimbo in poverty。そうでしょ、加わる もある、はい、とか参加とか、こっちや、映画繁栄とか、繁栄、バーバリアン、将棋の棋、種類の種でしょ。It's not like Zack, right? Or... Yeah, it was in Zack, it is. Cool. Deceit, fraud. これは多分これ。例えばなんか金が なんでそうしてますかな。もう一回皮はね、この本に対して、にとって、stream と言ってる、と言ってました。そう、はい。コイン、はい。freight、モネだ。Yeah, not coin, it's like,the type of money a country uses, which in Spanish we say coin. Yeah. Kind of thing, but also this, right? Huh? Let me check there. Mama.
いんじゃない。はい、さっきの、バオあー広い、カツエレ。なんかアルシャドバースのカードのセリフは何々をカツエナ、いや、カツエナさいだったっけ。いや違うね、ウエル、うん、まあ、いっか、礼、お礼、失礼、と、時間、something like kind of like hold back or restrain but different a little bit, repress, keeping within limits, yeah, repress the urge. Yes.冷たい。ああ、情、感情。ああ、欲しいとよく。よく、食欲。赤い斜めに、定期とか楽器 periodic period、ね、まあ、periodic is 定期的、ねえ、もう一度かな、これは
英語英雄じゃない。お母さん母変変わる準でしょ準備狭い準決勝もありますよ。ラスト伸びる。いやなんか違うね。あっ、惜しい。Fertilizer, get feather or something.ナショナルフライ旗旗でしたっけ。はい、よし。ミディエイター、将棋の押さない？なんか押さなのチームとかで結構出ます出ます。あと幼稚園そうね。あ、ここ押さな何Pretext. No, no, no. Hi. Now, next.
あ、景色、風景と関係と式、混乱、人形、混ぜる、かき混ぜるはね、ルルルルルでしたっけ、はい、ミックス、ちょっと崩壊じゃない、なんかいつも破壊覚えてますが、破壊はね、なんか、いや崩壊はね、なかなか覚えられなくて、覚えられなくて、今日は覚えられました。なんとなく、はい、あーやばいね、利用じゃなくて、息子、勝利、あー勝利、なんかこういうこの同じ章はね、あ、将軍もありますね。うん。旅館。そうですね。A film beforehand. Kawakas. Monkey. Yoshi.魂、まあまあまあね、あ、給料、柱、混ぜる、うん、うん、これかき混ぜるわね、はい、混ぜる、混ぜる、かき混ぜる、かき混ぜる、はい、かな、うん、配る、はい、配ると、はい、配信、配達、将棋、寝る、あ、眠る、あ、あんまり考えずに書いて気づいたら
レレじゃなくて眠るでした。まあ、いっか。把握学生寮 au 混ぜる混ぜる、はい、はい、よーし、あ、牛肉、まあ、よし、南、先、work can be like something written, a movie, something. 歓迎、welcome. で、書けると思います。デザインは8ヶ月8 months。 よし、いや、あ、8ヶ月じゃなくて8ヶ月終わりました。では今日は新しい漢字を勉強しましょう。で、今日はなんか今週はね、あんまり勉強できなくて、新しい漢字はね、あんまりしなかったからしなかったので、今日は一つのページじゃなくて二つを勉強します。なんか普通にただなんか10漢字ぐらい、そんなに多くないと思いますけどね。こう、まあね、ただ5を調べたら、お見つけた見つけられました。Your, yep.まあなんか初期覚えたので、こう覚えてもいいんじゃない。やったことあります。でもなんか10分ぐらい、やってみたら、いや、これは苦手かなと思ってやめました。
でも、ある友達はね、結構好きでした。多分まだ好きけど、最近全然やってない。最近というか、何年ぶりかな？やってない。ちょっと今はね、軽くはと考えました。あ、これは石、はい。まあね、まあ、でこれはただの推測なんですけど、もしかして基本はこれ？よし。基本基準基づく基地、あ、まあこれは基地か、なんか秘密基地とか結構聞きます。基本的、はい、基本的に基本、料金、貴重、まあ、まあ多分基本知らんからこれ以外でですね、はい、あ、基本語？え？まあ、では、あ、tremendously。
Visual basket equal. Now the first stroke of equal doubles up with the sixth stroke of the bushel basket, and how the animal legs of the bushel basket are dropped to make room for the human legs of equal. Hanahada shi Gekijin Itaku Itaburu. ちょっとボッとしてしまいました。ガキジュンはね、ちょっとまあ多分1,2,3,4,5,6,7,8,9 完璧。Tremendously. Intuition, she don't know. Kankaku, chokkan. So, janai. Kan. いや、考える感情、勘違い、いや、あーだから、うん、あ、勘弁、あ、なるほどね。思った以上見たことあります。
intuition. Perception かな。あ、うん、ちょまあまあまあ、トクレは耐えるなかったっけ。二つ目の耐える、耐える、うん、止まらない、何が違うのかな。立つの耐えるなら、この家は地震に耐えますか。まあ日本なら耐えますかな。古くないなら。鍛える。ちょっと違うね。答える、伝える、与える。withstand。 いや、これはね。多分。そのさっきの文例のままの意味を。あります。使いましなくて覚えられる、覚えます。なんか自信を耐える、耐えるみたいな。英語で withstand はね、強く言ったりかな。いやでも日本語でちょっと違うかもしれない。でも漢字はね、覚えられるならまあいいかな。はい、よし。
あ、うん、なるほどね。耐える変えたらひらがなで、でスペースバーかな。そしたらなんか初の漢字はね、一つ目の漢字はね、これでも、二つ目は他のタイルね。でも僕はね、役だと予想してました。でちょっとびっくりしました。なんか、うん、あ、うん、もう出た、うん、あ、うん、みたいな。ステン、はい。では新しいブッシュって、新しい漢字プレス。By adding a single stroke at the bottom of the kanji for N, we get a sort of pictograph for a purse. Eh? Creato. Then, what is it? 貴重。なんか尊い、あ、尊い、うん、なんか尊いじゃないけど、貴重か。あ、あなた、あんた、うん、はいはい、なるほどね。気をつける。いや、なんだっけ、うん、それました。あ、遺跡の遺跡、まあまあまあ、それそういうことを調べる前にこれね、ビクイスって何？ちょっと待って。Leave a personal estate or one's body to a person or other beneficiary by a will. Pass something on or leave something to someone else. これはね、いつもすごく面白い。こんなことはどのぐらい使っているみたいな。で、誰にも使わないようになってしまいました。プルスの意味が気に入りました。なんかこういうプッシュの意味はね、そういう言葉でいいのかな、自分で考えたらどうかなって考えてましたが、Please make Japan win the world。 いや、なんかあれちょっと気まずいんですけど、スペイン人としてね、次の試合はね、
スペインに応援しますので、もう申し訳ないです。まあ、ちなみにスペイン対ドイツいつでしたっけ。あとで。今日、2pm。 あ、なるほどね。あと3時間ぐらい。うー、楽しみ。おー、カナダ買ってます？え？あ、よし、いいね。いやー、なんか応援してましたね。なんか日本対コスタリカが、いや残念すごく。いやでもどうなるかはまだ分かりませんね。いやでも もちろんスペインの応援してます。But yeah. Anyway, best of luck. But you know, I got a root for Spain. All right. では。はい、努力したかな。はい、そうですね。はい。では次はビクイズってやつ。なんか痛い、さっき、さっき、カウン、イサン。いや、ちょっともう一度、ビクイズって何でしたっけ。なるほどね。
とりあえず多分遺跡の意義として覚えていきます。それで多分そういうの残るという意味結構覚えられると思います。いやでもそれ以上こういう感じはね見れるのかなと。なんかあんまり、見ない気がしますね。まあ遺跡では、あとはディスパッチ、派遣、この件やる、使う、あ、小遣い。This kind of takes away the maestro baton and replace it with a purse. The road represents his being dispatched on his way as an obvious misfit. You will remember that when he did have his baton, he was being chased.Actually, you will remember that when he did have his baton, he was being chased down the road by his fans. All of which shows what a difference a single stroke can make. Dispatch. Yep.で、書き順は何だっけ ?1,2,3,4,5 だよな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。はい、よし。ただ、はい、なんか確認したかったです。ただおおで、そういう上のやつこれに変わってみたいな。
はい。で、マイね。I spend much time using a smartphone and remember it's hard to properly write kanji. Yeah, I feel that. Well, I get that. I mean, it's exactly because of that, right? That I've kind of forced myself to write kanji. Like with a smartphone, right? Or the PC, you don't really have to know how to write kanji, just as long as you can read it, you're fine. But you know, I personally kind of like writing them, so I was like, okay, let's do this. But なんかでもそれはね逆にいいところとも思います。なんか他の日本語を勉強してる人にそういうことを伝えられる。なんか漢字はね書けなくてもいい、ただ読めればいいと思います。なんかスマホでパソコンでただひらがなで書いて正しいやつを選んでみたいなだけでいいので書けなくてもいい。で多分そういう人になんかほんの少しでも勉強しやすくなるかもしれません。日本語はかな。なんか誰かはね、あの配信は来てきたらこういうことを見たら、いやー日本語を勉強するな、やっぱりめんどくさいなーって思われそうですね。けどいつもなんかそういうことを伝えたいです。いやこれはね、ただ個人的な勉強方法です。好きです、ただね、まあいい、よし。The tetra strokes show someone reclining and the next six are a pictograph of an rocking tub ribbed with metal strips. Like the kind ones used for bathing. At the bottom, the sunglasses run off the character. こういう感じはね意外と普通のでも知ってます。で別に特に意味は つけなくてもいいと思います。あ、島はこれ、あ、舞台、あー振る舞い、あ、お見舞いかな、ちょっとお見舞いでしたっけ。あー
クつけます。はい、とあない、あれはめ nothingness、 nothingness. Now, this character is、the Japanese character for the supreme philosophical principle of much oriental thought, nothingness. Make use of the oaken tub from the previous rim and add to that the open fire at the bottom. No need.そういうことをするのは必要がないと思います。ただ普通にも知ってます。あー、書き順はね、何でしたっけ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。完璧。はい、よし。ないも勉強したことありますので書かなくてもいいと思います。はい、では明日から新しいレッスンを始めれます始められます。あー、難しいって日本語は。あ、さあ出た。助かる。あ、並ぶ。あ、普通のやつ。普段もあった。あれ、幽霊とか。作業。卒業。あ、僕今日目とか、いい異世界以上。あ、翼、港、あ、爆弾選ぶ。あ、いいね、結構便利なやつが
あります。あ、悪い範囲。ふわ、あ、触る？ふわ、まあまあまあ。それはまだ、まだです。はい。ではね。こういう感じ、登録しましょう。なんか、勘違い、勘弁、遺跡、ああ、コツカエも、舞台、お、はい。勘違い。いや、あー、いやー、なんかねー、勘違いと誤解はね、二つは英語でミスアンドしてあんねん。ちょっと、まず選びましょう。普通に勘違い、勘違いと誤解、何が違う。誤解と勘違いの違いとは分かりやすく、あ、解説、これは鉄、これは手、立て、解説、徹底、あ、鉄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 、うん、うわ、あ、いや、ただ用例、はい、言われ、いや、言われ、あ、英語、ミスアンドシテンダツアミスアンドシテンダン、うー、ちょっとなんかニュアンスはちょっと違いますね。あ、ちょっと言いましょう。あ、誤解とは、誤解とはあり事実について間違った理解や解釈、釈、解釈をしたり、相手の言葉などの意味を取り違えるなど思い違いをすることを意味しています。誤解をするなど、あ、日常生活の中でもよく使う言葉なので、意味をきちんと理解した上で活用していくことが重要になります。はい、勘違いとは、勘違いとは間違って思い込むこと、思い違いすることを意味しています。よく勘違いしていたなど、日常生活でも活用する機会も多いですし、いろんな場面で酔いられる、あ、持ち入る、持ちられるので、意味をここではきちんと理解しておきましょう。やはり文章、あ、作成する、作成、何でしょう、作成する際に、あ、際に聞いたことない、意味を理解することで、スムーズに活用することができます。はいはいはい。誤解と勘違いの違いについてご紹介します。
カイトはアリーツについて間違った理解や、そのまま誤解したまま過ごすなど、唯一とは違った捉え方をしていることを意味しています。 To take something the wrong way kind of thing。 勘違いは受け取り方を間違ってしまい、うっかりミスなど勘違いするなど日常的によく使うことです。Okay, so gokai would be to essentially get the wrong idea about something.Understand incorrectly like a situation or something, right? And you get into that. Kanchiga is just like an honest mistake, like kind of thing. More like a quick misunderstanding, like, oh, you meant that when you said that. Okay. Like maybe hear wrong kind of thing.で、okay. で、that's a misunderstanding. I have misunderstood. なるほどね。あ、わかりました。そういうなんかうっかりミスで結構ついててますね。Like football and soccer. Yeah, football and soccer はね永遠のなんだっけ課題。なんかいつもアメリカとイギリスはね喧嘩する。いやな、で、you see, football and soccer is kind of like saying pineapple and pizza or not, kind of deal. Milk before cereal or cereal before milk kind of deal. You know, it's those.Those disputes that humanity will never get over with. You'll never get over.課題なんか覚えたくなってきました。とりあえず遺跡 It's in ruinsRelics. Intonation was in Rasta. Seki, the show. Heaven, Nara. Monday night off.
思います。素敵。ああ、かっこつかい。アラウンス。あ、舞台、まあ一応にいいかな。神戸はね、あ、課題はね、どうかな。なんか一回や二回しか聞いたことないです。なんかアリュー・ジョーダンね。で、なんか人類の課題とか言った。誰が？でもなんかクエスチョンかプロブレムかみたいな。イシュー、マザー。なんかどっちかな。まあ多分あの一応ねこのサイト使う。英語英訳のやつじゃなくて。課題。Problem subject thing。解決すべき課題の。技術課題のわけ。え、なにこれ。A problem to be solved away in solution。解決すべき課題。課題与える。まあ一応ね覚えて聞けば聞くほど分かるかもしれませんね。ただなんかこういうかはね放課後でしか見たことなくて他の言葉にも寝てほしいなぁと今日は出ました。で課題があるならまあ一応にそれを覚えましょうかなって。多分イッシュの方は当たってる気がしますけど、はい、まあ、ちょっと一応に終わる前にもっと練習してる。これは奇跡でしょ。
で、小遣いは それ、こういう感じちょっと似てて、なんか勘違いしたくないです。勘違いよし。いや、それは正しいね。なんか漢字を勘違いする。誤解できないよね、漢字は。ごお使い。大好き。よし。終わりました。多分今日の勉強はね、この辺で終わろうと思います。なんか久々にいっぱい新しい漢字、漢字や言葉は覚えられてよかったと思います。よかったです。Alright, cool. Yeah, I think I'm gonna call it a day. はい、ということで、ということで、見に来てくれてありがとうございます。遅くまで付き合ってくれてもありがとうございます。では、おやすみなさい。Yeah, thanks for watching. Thanks for hanging out. I appreciate it. See you guys next time. Bye. ということで、また今度。バイバイ。チョチョ。See ya.